はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、羽田シティ虫キング研究所ですね、はい、やってきております。激闘ツアー東京大会ですね、はい、はい、こちらに参加していきたいと思います。はい、抽選で当たるかわかんないんだけどね、その前にね、はい、はい、まずは抽選通って勝ちたいですね、うん、はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、エイシン君、シングルマッチ残念だけど外れてしまいました、うん、だけど第2弾の体験会当たったね、うん、よかった、ちょっとやらせてもらいましょうか。はい、であとは午後のタッグマッチが当たればいいね、はい、1人で2プレーだね、はい、この方がカードをゲットできるからね。レアか、マイボイかぶり初めてのメディア、全部これ2段のカードだからね、うん、光来てほしい。あー、来ない。あー、カナブン、お願い、あと2回 SSJ は来ないから、 SSJ は、おい、おお、おお、おお、やった、 OKOK、 やった、出た、来たね、ボルテリー、 OKOK、あとはゼリー、ゼリー出てくるかどうか、出てこない、やったね、やった、やった、おめでとう、やった、よし、はい、こっち見せて、こっち見せて、やったね、よかったよかった、はい、行きましょう、ランナーレディーファイト。さあ、注目はやはり水冷化選手がどうフラキオドネブドッグワーが名を使ってくるか、おっと、さあ、61番いかないとは思うんですが、これはどうなるのか、そしてどこで体力が削れる、残り2、これが最後の1点になりそうだ、さあ、どうだ、ハラスケ選手は決めた、エバモソ選手はどうだ、エイシン君、タッグマッチが、タッグマッチの抽選が今終わったんですが、外れてしまいました、我々戦えず終了。ただね、 SSD はゲットしたからね、まだ良かったね。え、待って、どうした、あー、1回戦だけど、あ、クアレス見る、あ、クアレスね、クアレス見ていこう、あ、セーフ、セーフ、よかった。また来ましょう、大会ね、はい、また来ましょう、はい、はい、ということでいつものお家に戻ってきましたね、はい、はい、残念ながらですね、虫キング激闘ツアーのシングルマッチ、タッグマッチともにですね、抽選から漏れてしまいました、はい、非常に残念でした、うん、残念だったけど、クアレスで宮間クワガタ咲いてから、まあよしとしよう、そう、エイシン君はね、クアレスでこう手挙げてね、うん、それで前のセコンド役として、うん、行けて、うん、それで宮間クワガタ、うん、あれこうこうやって木の上に乗っけたね、はい、はい、その模様はですね、セガさんでまだね、公開されてないと思うんですけども、はい、セガさんのライブ配信で、はい、まあ直々見れると思うので、もし見ることができるんだったらこの辺にカード貼っときますよ、はい、うん、あとは概要欄に URL 貼っときますね、はい、そのちょうどエイシン君がこうやって持つとあたりに URL 貼っときます、はい、それでですね、動画内にもご覧いただいたと思うんですけれども、はい、虫キングの激闘2段の最速体験会がありまして、はい、なんとですね、 SS レアのこちらゲットしましたね、はい、なんとポルテリー盾の兜ゲットしちゃいましたね、すごいね、はい、これしかも今日ゲットしたのが多分5人ぐらいだったんだよ、うん、ゲットした人で手を挙げたのは5人ぐらいで、うん、世界最速ゲットだったということで、はい、嬉しいね、嬉しい、うん、激闘2段の SS レアですね、はい、でこれね、お助け、これグーチョキパー、グーチョキパーなんだよ、うん、これでお助け相性20丸なんだね、うん、これすっごい使いやすいよね、うん、助かるね、じゃんけんでどの手で勝ってもお助け発動だよ、うん、で必殺技ポルテリーウィップ、うん、ですね、体力が70で攻撃が120、テクニックが110ですね、はい、一番攻撃が多いね、そうだね、はい、それでこのカードを裏返しますとこれだ
通り研究員にサインしてもらいました。ただね、通り研究員にサインしてもらいましたね、はい、だから本当にこれいいカードになった、うん、レアなカードになりましたね、はい、よかった。はい、そんな感じで激闘ツアーの東京大会行ってきたんですけれども、残念なことに本戦には出ることはできませんでした、はい、ただ体験会でこの SS レアね、これゲットしたのと、あとアイシンクはミヤマクワガタをこうね触ることができたということで、まあまあ良かった大会でしたね、うん、あともしかしたらね、虫キングこれから我々もうちょっとなんかいいことがもしかしたらできるかなと思ってますんで、はい、まだ、ね、未確定だから何とも言えないんだけど、はい、まあもしできたら皆さん楽しみにしててください。はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけるそしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。